次にあのロレントかな。ただねゲームそのものがね、うん、あんまりね上手じゃないんですよ。あの下手くそだから、まあねクリアするのが大変なんだけど。結構進みましたね。そう結構進んだんですよ。ガイルはいますか。いやガイルはねいないですね。 Wi-Fi のとこで見る方がいいとかあります。関係ないですか。あ、携帯でとかで見てるんだったら、まあ、Wi-Fi の方が環境がいいんですね。何これ、何これ、あの無敵なの。あーヨガファイヤー、あ使いやすいな。うわ何これ、ピッキアップ。ロットが好きなんだよね。ユースジェジタ、あーおあぶね、うわそう、リューステージがね一番あの難しいんだって、うん、あの調べたら。うわ倒せない、うわ痛っ。スマホで見てます。あスマホで見てます。 Wi-Fi の方がまああの見やす、あれ死んだ、うん、あのパソコンとかの方がね、あのもちろん環境はねいいと思うけど、あれこれ硬いんだね。しかも死んでもさ、あのチャンスボタンがあるし。そうたろさん昔からトラックですか。いやねあの若い時は営業やってましたよね。うわトラックね乗り始めたのはあの26の時かな。スマホでレコードキーパーやりながらガラケーで見てます。あーそうです、え、あのガラケーでもあの見れるのか。おお、あやべ死ぬ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 。昨日の雑談中に鎌倉観光してたので行けなかった、うん、あ今ガソリン安いのは、あ鎌倉なぜですか。あ今ねガソリン安いのはなんかね中国の経済と連動してるらしいんですよ。だからその中国経済が不況になるとあのガソリン代が安くなるんですって。なぜか、あれ何これ死なねえじゃん。うわやばい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 、あれは、あこれあれか、あの飛び乗らないとダメなんだ。しくじったな。うわちょっと待って待って、うわこれなんで倒せないよ、倒せねえじゃん。うわ届かない、あーもう死んじゃった。昔はレギュラー90円台でしたよね。そうですね、そう90円、そう94円とかでしたよね。あの今もう一番安いところ98円っていうのがあったから、まあ、あの近づきましたよね。でもその、 あのガソリン代があの安くなるとあの日本の景気もあの悪くなるらしいんですよ。なぜかその中国の関係とあのなんかあの絡みがあるのかなんかねいろいろ関連がある、ね、うん、あるみたいです。あの株価も下がるみたいな話だったから。ロックマンのやつれた顔に清原が重なる。あ、うん、あの清原がね、いやちょっとこの面難しいな、たどり着けないね。70円台の時代もありましたね。あ70円台ありました。うわこれ、うわこれタイミング外すと、うーわ
数年前は170円とか上がりましたよね。トラックなら安い方がいいですよね。何百列キック、うわーちょっとすごい食らっちゃった。まあトラックはね、まあもちろん安い方がいいんだけども、あ、これ使えないんだ。これ何や、解除できないの、さっきのこの、あ、もうなくなっちゃった。うっそ、難しいな。うわ、ちょっと待って、これを一回止めらんないの、これ。これだったら減り続けちゃうんでしょ。ベッキーと川谷さんの夢のメール内容本当ですかね。メール？メールの内容、あの LINE か、あ、わかんない。嘘なのか本当なのか、落ちた。わかんないですよね、内容がね。でもあの事務所側が、あの事務所側がだって、はいこんにちは。あの事務所がね、だってその発表しましたよね。あー、あのグラディウスのね。うわ。で、あの事務所がその謹慎処分みたいに、あれ無期限でっていう話だったから、お、倒せないよこれ。もう倒せないっちゅうの。で、そう発表するっていうことは本当なんじゃないのかなと思うんですよね。あ、もうない、動画使えますよ。メインから外さないです、エプシロン。どこついてくる。うわ、ちょっと何、ちょっとこれ、はしごから降りれない、はしごから降りれないんだけど、なんで、は、もう死ぬじゃん、ほら、なんで降りれなくなっちゃったけど、はしごから飛び降りるのってジャンプボタンじゃないの、ほら、なんで、ちょ、なんで、こいつか、なんか邪魔されてるのか。あ、敵の攻撃を食らっちゃうと、敵の、敵の攻撃食らっちゃうと、あの固まっちゃうみたい。あ、これは落ちない、あぶね。危ない。あー、たどり着いた。あー、のライトニングとルール。あ、あのセシルバーストね、当たったんですよね。あのね、やっぱ回復はね、重要だと思うんですよ。で、一応中回復はあるんだけど、何これ、倒せないけど、これは何、倒せない、どういうこと、うわ、ちょっと何これ倒せないじゃん、でも一応たどり着いた。でロレントの弱点が、あれか、くるくるか。うわ、ちょっと待って、いや、もう死ぬな。うわー、いや、死ぬの早いな。大回復に魔法一回無効は強い戦術が良いですよ。強いですよね。だから俺もね、どうしても欲しいんですよ。あれー、嘘。あ、終わっちゃった。
わっちゃった。行けると思ったのに今。マジか。悔しい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 、だがこれでいい。うわあ、そこまで行くの大変だったのに。よかった。これタイミングは、うわ食らった。うわっ、タイミング難しいね。悔しい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 。うわちょ待って、だがこれでいい。1キャップ取るのに。さあ行け、もう一度こぎ出せ、勝負の大会へ。もうあのヨガファイヤーしかない。もう一度とヨガファイヤー。意外教えてください。セルピが同じような必殺技ですよね。でもうわーちょですよ、ね、ちょもしのん、セルフィーが、あーまあセルフィーで。うわちょ待って、これこれはね、その、シリーズキャラクターを使いたいから。うわーちょもう死ぬのか俺は。死ぬな、あと一発だな。セルフィーより動画が好きです。俺はね、その4のイベントだったら4のキャラクターを使いたいから、どうしてもまあ ローザを使うからね。まあそれにこだわらなければ、別に他のさキャラクターでもいいんだけど。効果音他に何がありますか。あ、死んだ。効果音、あ、SE ですか。パソコンからアクセスしてるなら、あの下にね書いてあると思うんですよ。使い分けますね。倒せない。おい、これ強くね。番組詳細が下の方にあって、そこに書いてあると思うんですよ、SE。うわ、ちょ待って、食らってる。食らってるし。いやーちょっと待って、自分は固定キャラ入れてますが、うん、なんでこっち倒せないの。おかしいな、こいつ。あの無敵なのか。うわ、なんなのこれ、絶対勝てないじゃん。今日プラスくらいならクリアできます。ああ、なかなかね、まあ何のキャラクターっていうかね、まあ単純なこだわりでしかないんだけど。うわ、これ上からのナイフみたいなの言ってんの。うわ、もう死ぬ。ダメだ。やっぱ言いかんないと無理だな。課金できるならシリーズごとに使いたいですね。そう。そう、やっぱりね、シリーズごとに、まあでも他の考えもあるよね。その例えば、和骨です。昨日の雑談見れなくて残念です。はい、知らないキャラは使いたくありません。うん、まあ、そういう考えもあるし、あとはほら、例えば4の、FF4 のボスにセフィロスで戦いたいという考えもあるし、人それぞれね、いろいろあるから。うわ、ちょっと何、必殺みたいなの使ってきた。ソータロさん、昨日の雑談動画であげます。トラファルガーシゲ、俺は最近やったことあるシリーズのキャラしか使ってない。54イベントは前回のカイナッツオといい、あまり良い思い出がありません。俺もね、あんまりね、FF シリーズね、全てやってるわけじゃないんだけど、あー、カイナッツオはね強かったね、あれは。カイナッツレベルだとミッションがやばそう。あれはね、本当に
あの毒が効くってね、あの勇者のあの弟子さんがあの見つけなかったらあの無理だったね。13と14やってないから全然思い入れない。いや、人は全然使ってるけど。